これだけでやれちゃいましたからね。はい、こんにちは、重工部のフラシーです。今日はですね、iPhone で動画を撮って編集するというパーフェクトビデオというね、アプリのご紹介を以前したんですけども、その、ご質問の中に、サムネイルの作り方が分かりませんということで、サムネイルの作り方をね、ご紹介しようかなと思います。私なりの作り方なので、正しいかどうか分かりませんが、それでなんとかやってます。使うのは iPhone だけです。 iPhone というか スマホだけですね。で、動画は撮って編集も一応完了したと。パーフェクトビデオってね、ちょっと詳しくここに出しておきますので、こちらをご覧ください。そのパーフェクトビデオで編集をし終わったという前提でですね、やってみたいと思います。使うアプリはですね、YT スタジオという、YouTube スタジオですね、 YT スタジオというのと、フォトグリッドというこの2つのアプリを使います。で、フォトグリッドというのはっていうので、そのサムネイル自体を作って、 YT スタジオっていうのを使って自分の YouTube のチャンネルのですね、カスタマイズをすると、アップされている動画のサムネイルを変更したりすることができる機能があります。なので、まず最初にですね、フォトグリッドっていうのを使ってですね、編集をしてみたいと思います。はい、まずあらかじめ先ほど動画を編集したって言いましたけど、編集した動画をですね、選びます。こんな感じですよね。編集した動画を選びまして、この中から自分が使いたい、そのサムネイルに使いたい部分ですね、を選びます。これにしましょうか。はい、これでスクリーンショットを撮ると、こんな感じですね。はい、まずここまでいかがでしょうか。スクリーンショットを撮りましたと。そしたらですね、フォトグリッドっていうのを使ってですね、これをやります。フォトグリッドっていうアプリですね、を使うと、最初この画面になりますね。はい、ここで編集っていうのを選びまして、編集から今撮ったスクリーンショットですね、これを選びます。はい、ちょっとね、画像が正方形で映りますけど、これはもう気にしないでこのままいきます。ここに文字を入れていきます。例えば、これキャンプでおすすめの飲み物かな、キャンプで入れて、文字の大きさをですね、こうやって文字を動かすことができます。こうして文字の大きさを揃えて、色はカラーというところから選びます。例えば赤にしましょうか。赤、そしたらこの高度な機能というのがね、この右の方にあります。ここを選んで、白い縁取りとかね、黄色の縁取りとかいろいろやれるんです。これ白い縁取りをちょっと太めで、キャンプでとやりました。はい、そしたら次に、もう次の文字ですね、例えばおすすめの飲み物にしましょうか。おすすめの、ちょっと大きめにしましょうかね、おすすめの、これも同様にカラーを例えばブルーにしましょうか。で、これも高度な機能の縁取りを使って縁取りを太めね、これがちょっともうちょっといきましょうか。はい、おすすめの飲み物は何ですかみたいなね、そうですね、飲み物はでクエスチョンマークにしましょうか。こんな感じかな、大きさ。はい、これで文字を例えば赤にして、あまりね、文字は何色も使わない方がいいようですよ。かえってね、まとまりのないサムネイルになっちゃうんですね。で、これ右側開けてあるじゃないですか、右下。これ右下開ける理由は、ここにね、動画の長さ何分何秒っていう、ここが表示されるんですよ。なので、ここに文字を載せておくと、重なって消えちゃうんですね。なので、ここを開けておきます、右下の方ね。はい、これで完了と。これができましたら、次へっていうので、保存。はい、これで保存されましたと。あとでと。はい、ここまでがそのサムネイルを作るところですね。動画から、スクリーンショットを撮って、フォトグリッドっていうのを使ってサムネイルを作るところまでやりました。で、続いて、作ったサムネイルですね、ちょっと見てみましょう。
はい、作ったサムネイル、これですね。一番下に載ってるよね。はい、これですね。はい、このサムネイル。このサムネイルを、ね、それでは YouTube に上げる方法をやります。まず YT スタジオですね。YT スタジオっていうのを立ち上げてやると、まあ、大体こんな画面になります。で、トップ画面がこんな感じになりますね。そしたらこの動画っていう、動画という中から、自分が動画をサムネイルを変えたい、例えばこれですね、一番上にあるこれですね、ここのサムネイルを変えてやります。この右上に鉛筆のマークがありますよね。この鉛筆のマークを押してやります。ここで編集に貼ります。そしたらこの今のテーマになっている写真ですね、ここにサムネイルを編集と書いてありますので、これを押してやります。ここにカスタムサムネイル、これは先ほど作った映像ですね、これですね。はい、これをそのまま使いますと。ということで、これでよろしければ選択をすると。で、今変わりましたよね。このまま保存をしましょう。はい、これでサムネイルがね、もう変わったはずです。ちょっと戻ってみますね。一回リフレッシュした方が。はい、どうでしょうか。変わりましたよね、ここね。サムネイル、一番上のところですね。サムネイル変わりました。はい、こんな風にね。こんな風に変えることができるんです。これが YT スタジオのやり方ですね。はい、どうでしょうか。今の流れ、一連の流れで、その iPhone、スマートフォンですね、だけで、皆さんの動画を編集して、文字を入れて、そしてサムネイルを作って、サムネイルも変更すると、カスタムサムネイルですね、をすることができました。まあ、最初からね、いろんな難しいことやろうと思ってキリがないですから、まあ初めはこれぐらいから始められてもいいかなというふうに思います。はい、今日はですね、サムネイルの作り方とご質問があったので、早速上げてみました。YouTube にのサムネイルを iPhone だけでですね、変更する方法をご紹介しました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんの役に立つ情報をですね、上げてまいりますので、よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録をお願いいたします。以上、自由工房のフラッシュビーでした。岩田さん、さよなら。ほんとこれすごい便利ですよね。これだけでやれちゃいましたからね。最初はここからスタートですよ。頑張ってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。